稲谷の地形図稲谷とは、長野県南部、天竜川に沿って南北に伸びる盆地である。稲盆地や稲平とも呼ばれる。長野県か、信濃の国に登場する、四つの平の一つである。古くは、稲とも記された。人文地理的特徴については、南進地方を参照。奥から順に、北アルプス、御嶽山、中央アルプス、稲谷、稲山地、 南アルプス天竜線流域に位置しており、西を基礎山脈に、東を赤石山脈に挟まれている。フォッサマグナよりも西側に位置しており、地質学的には西南日本に属する、二つの山脈に挟まれた広い平坦部を有し、国といえども一般に言われる矢地型ではない。こうした平坦部はいくつかの段差面が存在しており、かつては 天竜川が形成した河岸段丘としてよく知られている。稲谷の段丘地形の成因には河岸丘の他に断層によるものや氷気の侵食、テフラの堆積など様々な要素が含まれるという指摘がある。河川は南北方向に流れる天竜川と直角の東西方向から多くの支流が流れ込む。特に中央アルプス川の段丘面では河川の下国作用が盛んで、 大規模なタギリ地形を形成する。タギリ地形は場所により50メートルを超える規模の場所もあり、稲谷の南北方向の交通を不便なものにしてきた。1970年代以降にできた中央自動車道こそ断球面情報の線状地付近を通過するが、古くから存在する国道や単線の飯田線はタギリ地形を回避するため急勾配と急カーブ。 橋梁が連続する線形を余儀なくされ、通行する公共機関の速度を著しく制限し、交通を不便なものとしてきた。加えて単線である、飯田線の飯田駅辰野駅間には、特急列車が存在せず、東京及び名古屋への交通手段は高速バスが、主な手段である。天竜川を挟んで東岸の竜東、西岸の竜西に分けられ、竜西には、稲谷の人口の 約7割が集中する。天竜側には、明治初期まで橋がほとんど存在しなかったため、生活圏を分断する障害物にもなっており、竜東では漬物を斜めに切るが、竜西ではまっすぐに切るなど、文化面でも若干の違いが見られる。稲山地、神馬型打より見た中央アルプスと稲田に、樹林によって縁取られた部分が、田切りつである。 稲国内には小規模な断層が無数に存在するが、大きなものでは、上稲から言い出しにかけた稲田断層帯が確認されている。この近傍で発生した地震で直近のものは、1718年に発生した炎山地震のみであり、被害地震は極めて少ない。一方で、静岡県に隣接するため、1707年の東南海沖地震、1854年の 南西東海地震、1944年の東内海地震により谷一帯で大きな被害を出しており、将来発生が予測される東海地震においても谷の大部分が警戒区域に指定されている。脆弱な地質構造を持つ山間部の侵食傾向は顕著であり、しばしば山腹崩壊や、それに伴う土石流災害に見舞われてきた。昭和36年梅雨前線豪雨では、 谷一帯で死者、行方不明者130人の大災害となったほか、1983年の梅雨前線豪雨では、戦場地上の中央自動車道が土石流により、埋没して、通行不能となるなど土砂災害が多い土地柄である。ありがとうございます。